はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、中国の李書文という方が名言を残されてるんですよね。これがね、ビジネスにものすごく通じるものがあると思いますので、ここでね、紹介したいと思います。それはですね、千の技を使いこなす者よりも一つの技を極めた者を恐れろというふうに言ってるわけなんですよ。この李書文という方がね、言われた言葉っていうのは、結局一つのことに特化している人の方がもう手強いってことなんですよ。あれこれの技を知ってる人よりもですよ、あれこれの技をできる人よりも一つの技に強い者の方が怖いってことなんですよ。繰り返し申し上げたのは本当にそういうことなんですよね。よくね、凡事徹底とか一点集中って言いますけども、いろんなビジネススタイルを知ってる人よりも、例えばね、動画なら動画だけは誰にも負けない能力を持ってる、これの方が恐ろしいわけなんですよ。その得意技に引き込まれた時にもう勝ち目がないからなんですよね。でもたくさんの技を知ってる、たくさんの技を使えるってことは、逆に隙が生まれやすいってことでもあるというふうに解説している人もいるんですよね。これはね、確かにそうだなと思うわけなんですよね。あれこれあれこれ、次の技次の技っていうふうに情報に振り回される人っていうのは、結局ね、落とし穴にはまりやすいわけですよ。よく言いますよね、暗号通貨に詳しい人とかね、なんかのこの投資に詳しい人。じゃあその方が、なんて言いますかね、財を築いてるかっていうと、案外築いてなかったり、まあ、女心男心ね、よく知ってる人に限って独身だったりとかね、結構ね、小技を使いまくると穴にはまりやすいんだろうなと思うんですよ。まあ、それよりもね、やっぱり例えば私のね、知り合いにメラルーカっていうね、ネットワークビジネスにすごく長けてる人がいるんですけども、その方はね、メラルーカ以外のことを一切やらないし、話も聞かないんですよ。逆にプレゼンしようと思うと否定されてメラルーカやった方がいいですよっていう風に来るんですよね。とにかく他のことは全然やらないみたいなね。そういうふうに一つのビジネスに10年20年と心底心を注いできた人っていうのは、攻略がものすごく難しいんですよね。で、そういう方に限ってその道の第一人者になっていたりとか、不動の財を築いていたりするなというふうに感じましたね。ビジネスの世界でもこの人は何に強いのかなとか思うわけなんですよ。だから逆にね、私みたいにその YouTube チャンネル、隠居 TV とか言ってあれこれやってる人間はちょっと危ないのかもしれないですね。まあでもね、一点集中 YouTube だけにやっているってことを考えると、私はその YouTube をやるときにもうアフィリエイトを捨てたりとかね、転売を捨てたりしてるわけなんですよ。そう考えると、まあ一つの技を極めようとしてるっていうふうに言えなくもないかなというふうに、李書文さんのね、言葉をここでもね、思い返すわけなんですけどね。まあ皆さんはね、千の技に憧れるよりも一つのことに、なんかこう達人になった方がいいかなというふうに思いますけどね。さあ、自分自身何の達人なのか振り返る時期に来てるのかなというふうに思いますけども、皆さんいかがでしょうか。私はね、未だにね、麻雀店のオーナーって言われることがあるんですけども、店はないんですよ、もう何年も前に。私は隠居でございますんでね、よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。